もうね、とっても眠くて、とっても眠いの。なので、ちょっと配信短めなんですけど、ぜひ20分、30分ぐらいかな、見てくださると嬉しいです。ああ、ありがとう、ツーショットありがとうございます。ねえ、寝れるときに、みんなも寝ときやー。こんばんはー。いいね、寝てたなんて。ちゃんと休んでください、皆さん。同じ時間に、私多分10時には寝るよ、今日。10時には寝ますが、皆さんも寝ますか？確かに1ヶ月後とかさ、あんま分かんないのにさ、10月の予定は知ってるっていう。ね、嬉しいね。ありがとうございます。皆さん。ああ、危ない。制服の日、ありがとう。制服、制服。まだ買ってもないから、ないけど、どんな感じにするか。決めるの楽しみ。あら、しゅんさんかな。いきまーす。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアしゅんさん。Happy birthday to you. おめでとうございます。いつもありがとう。おめでとう。おめでとうございます。パチ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 、おめでたい。皆さんもありがとうございます。コメント側にカメラがあるから、ぴょこぴょこ手映っちゃうかも。おめでとう。こんばんは。手持ちなの。通常当たった、ありがとう。通常楽しみ。こんばんは。眠そうすぎるよね。その通りなの。まあ明日がねありますから、台湾イベントね。限定ポーズ決めてないです。うん、あ、ここしたらいいのか。画面パッてしたらいいのか。すでに2回目。早すぎ。早すぎ。5分で2回も。失礼します。そうすると朝のタイミングがなくて、この時間になっちゃった。今日ね、モーメントにね、投稿しようか迷って迷って投稿しなかったことがあるんだけど、まあそんなね、すごい内容ってわけでもないんだけどね。めっちゃ可愛い。しのちさん、ありがとう。ありがとうございます。今日ね、朝起きて、お家を出る前に、ご飯。ね、その
ご飯をこうなんかねおにぎりみたいな感じで持っていこうって思ってたの。今日最近自炊頑張ってるから、そう自炊でお弁当を持っていこうと思って朝起きて、もう準備をね、なのメイクとかを、声が聞こえにくい。どう？ここにマイクがあるのかな？今聞こえる？あ、これじゃない？イヤホンかもしれない。イヤホンなんかねすごい反応よくてさ、逆に今日ねモメントでね話そうかなって迷ったことがあったんだけどねっていう話をしてました。そう、朝早く起きてご飯をね炊いて、最近自炊頑張ってるからご飯を炊いて、なんかこう家出る前におにぎりとかなんか作って持っていこうって思ったの。そしたら朝一番にねスイッチをしたら炊ける時間だったのにもかかわらず、途中炊飯器の前ひょこってしたら電池というか炊飯をされてなくて、ひょーってなって、今からご飯を炊いて果たしてお家を出る時間までに炊き上がるのかという、結構そのぐらいのスレスレな時間になっちゃって、朝から何やってんだよって感じで、そう、うわ押せてなかったと思ってショックだったけど、なんだかんだでそのね気づいてからすぐパッて押したんだけど、押してあと何分とかだったの、あと数分とかでご飯炊きたいだけどさ、なんかこう蒸らす時間があるじゃんご飯って、その時間までこうそれがまだできてないぐらいの時間だったからまあな芯はないはずだし、こう火は入ってるし大丈夫っしょと思って、なんとかね持っていくことができました。ということで今日一日の新しいなんだ学びとしては、ご飯は残り10分とかになっても食べれるということが分かりました。よくないと思うんだけど何回食べれましたね。こう持っていってる間にさ、こうあったかいまま包んでるからさ、こうね蒸らす時間も結局なんか同じことされてるみたいな感じじゃん。なんだかんだでねこう食べれましたよ。しぐちさんありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。ギリギリどころかもう余裕でセーフ、もう全然白米なんだがっていう感じのぐらいだったよ。そうなのでもうお腹すきすぎてもう耐えられないって時は時にご飯がねこうご飯炊いて残り10分とかなってても全然食べちゃって OK だよってあんまね普段食べたことないんだけど、初めてなんかそういうね早めに食べてありましたけど、行きましたね全然。まあお腹すく前にご飯炊いたり、家出る前にちゃんとねスイッチ押せてればねこんなことにはならなかったんだけどねっていうさことをねモーメントにねつぶやこうかなとかも思ったんだけど、文章まとまんなくてやめたやめたんだふふ今日はそんぐらいですかね。一日の中の炊飯器によって、ああ確かに残り何分のあれが違うのかな。で私の家内来ました。
平和な一日だよ。そう、文章、そう、喋り言葉でさ、モーメントとか出す時もあるけど、これだけの量をさ、モーメントですると、ちょっとまとまんなくなりそうだったから、こういう時の配信だよねと思ってね、配信をね、なんでもかんでもね、あの文章ね、ちゃんと文章構成な、ちゃんとなってなくっても、あのどうにかこうにか伝えることができるのでね、いいコンテンツですよ、本当に。なんていいコンテンツなんでしょうか。こんばんは。長文ね、みんなすごい長文の子もいたりもするよね。すごい、思ってることを言葉にするって本当に難しくってなかなか文章してないかも。あ、動画みたいなのあるよね。ボイスメッセージもあるのかな。そう、オフショットのオフショットみたいな、オフショット中のオフショットとかをね、モーメントに乗っけること多いかも。ツイッターになんか迷ってあげようかなって思ったけど、やめちゃったものとかもね。そうそう、いますね。うん、あったかそうでしょ。まだ全然、まだ全然あのあったかいお洋服着ますよ。寒いからね、夜とかは。そう、夜、朝も夜もね、寒い。電気毛布は確かにここ数日はつけずに普通に自分の体温で寝てるかな。アイライン目をね、ちゃんと開けた時のカーブに沿って描いてる気がします、普段。あとね、私はこうインライン引いたら二重幅なくなっちゃうから、引かないように目尻だけしてますよ。そう、閉じてる時はね、インラインやってもね、なんか意外と埋まらないんじゃないかとかも思うけど、開けるとね、もう二重幅ぴったしにね、埋まっちゃうので。広いだけじゃないからね。こんばんは。ねえ、楽しもう。対面も通所も。ゆっくり。ゆっくりだよ。ロング。結構ね、上位に入ってからはずっと伸ばしてるけど、それまではね、結構長かったり短かったりかな。前髪もあったりなかったり、なんかいろんな時を過ごしてましたね。まだね、お洋服決めてないよ。まあ季節が違うからね。なんせそう、
ニアジョイってね言ってたはずですが、私の滑舌がもう追いついていません。すごいあのはしょっちゃってる。ニャージョイニャージョイってねなってます。すぐにでも寝れるかもね今はね。そうまだ8時なのが信じられない。もう私12時ぐらいの気持ち、本当に本当に本当に前までさ10時とか11時とかの配信の時はまあ眠そうなのはまあわかるよ。8時で眠そうな時ってあんまなかったよねっていうね。最近本当にすごいもうこの時間から眠くなるの何事って感じ、びっくりするね。20分くらいになったら誕生日をしようかなと思います。起きる時間は6時から8時のことが多いかも。どんな時でもなんか目覚めちゃう。粘って9時ねえ明日の対バンの時は私こんなお眠の状態じゃないのでご安心くださいね。嬉しい。朝ごはん食べてるよ。最近はフルーツとヨーグルト食べることが多いかな。6時ね、ね、覚めるね。フルーツ、フルーツね、なんだろう、すごいね、今めっちゃなんだろう、コスパがいいとかではないんだけど、正直、もうなんかさ、その代わりお菓子食べなくなったかも。今フルーツ食べてるから。お菓子ここ1週間くらいは食べた記憶がないかも。メロン食べたりいちご食べたりバナナ食べたりしてます。アイスは食べてないね。今食べたいアイスはあるんだけどちょっと今は食べてないかな。うん、何のアイス？私といえばの抹茶です。抹茶のアイスですごく美味しそうなのがあるの。てか知ってます？ミルモデポンのがそうコラボするんです。もうね サンキューマートさんかな、そう最高なんですけど、スイパラさんでもコラボあるし、ジョイとほぼ同時期ね、超最高なんですけど。ちょっと私が今日のんびり喋っちゃうから伝わってるか分かんないけど絶対に買う。しかもね私最近ねサンキューマントさんで買いたいものがあったのよ。すごくあって、でもなかなか行けてなくてあれだったんだけど手めっちゃ触れるこの持ち方絶対筋肉の使い方おかしいよね。めっちゃ手触れるんだけどそう超行きたい。いっぱい買っちゃいそうだよね。
スバラさんも行きたい。私ね、まあ、何のご褒美だって感じかもしれないけどまあね、ご褒美でというものを決めて、今のところのご褒美決めました。でもちょっとまだ一緒に行く人決めれてなくて誰か一緒に行ってくれないかなって感じです。まあ誘ってないっていうのもあるんだけどね一人にしか声かけてないよっていうね感じなんですけど、ね、ご褒美。まあ、ね、今すごいね、何かストレスをためながらご飯を食べてるわけじゃないから、今すごい何かが食べたいってわけでもないんだけど、うん、お兄ちゃん誘ってみた。でも忙しそうでした。私と予定が合わないよね。お兄ちゃんでした。合わずね、みんなも誘ってみよう。赤の持ち方で触れてるそうね、全然ね、最近会ってなかったから、よいしょ、入るかなーと思って連絡してみたけど会えそうになかったです。イケメンですねってお顔見たことあるんかーいってねありがとう、伝わるといいな。いやー買いたいですよ。そりゃもちろん、もちのローンですよ。兄弟愛というか、なんかね。距離感がいいよね、多分さあ中学校とかさ、そういう時、まあ中学校あんま喧嘩あんましてなかったけど、まあ小学校の時とかさ、ずっと一緒にいると喧嘩も増えるけどさ、まあ会わないからさ、程よい距離だよね。てかまあ喧嘩するほどなんかないよね別に。そう、一緒に住んでないからさ、そんななんかまず大人になって喧嘩をしないし、そのお兄ちゃんとかに限らず親ともだしね、喧嘩しないからあれなんだけど、はーいはーい、うん、私を推しというさ、くくりの中に入れてないよ。仮にその推してるメンバーがいるとしてもさ私のことをアイドルとして見てないわけじゃん、普段会ってても。ニアリーイコールジョイの村山優香だとは思って絶対接してないから、妹だって思ってるから、そう、どんな形であれ妹妹だし、地元のお友達もそう、なんかやっぱステージに立ってる姿とか見てすごいなんかね、あのね、
親のような気持ちで見てくれてるステージ立ってる姿が嬉しいっていう、なんかそういうまた別視点でね応援してくれてますね地元の子。妹期間の方が圧倒的にね20年間ですからね。はい、ということで25分ありがとう。あっという間の、まあまた明日は この感じ多分すっごいぐっすり寝そうだから明日はタイバー終わりかな。タイバー終わりちょっと何時になるか分かんないし、どんぐらいの配信できるかも全く予想がつかないし、何時になるかも分かんないって今言ったっけ、分かんないけど夜頃かなと思います。はい、ということでタイバー頑張るね。タイバーはこんな子ああ目開かないよみたいな感じじゃないのでご安心ください。衣装とかはね楽しみだね。ライブ嬉しい、楽しみだ。では行きます。13位の方からです。13位なこちゃんありがとうございます。12位なーちゃんありがとうございます。11位クロスさんありがとうございます。10位達也くんありがとうございます。9位 K さんありがとうございます。8位直地くんありがとうございます。7位ととまるくんありがとうございます。6位ももちゃんありがとうございます。5位みきゃんちゃんありがとうございます。4位げんさんありがとうございます。3位やすひろくんありがとうございます。2位しげちぃさんありがとうございます。そして1位しのちさんありがとうございます。ありがとう皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。今日も一日お疲れ様です。明日は平日最後だよ。あっという間の平日最後だねね、22時睡眠に向けての準備がいよいよ始まろうとしています。みんなも一緒に頑張って寝る準備しようね頑張って頑張るタイプの人は何人ぐらいいるかわかんないけど、私も寝る準備は結構頑張んないとやっていけないタイプだから、まあ、頑張りたいと思います。寝るまでもね、みんなもゆっくり夜を過ごしください。ということで短い時間でしたが見に来てくださってありがとうございました。おやすみ、バイバーイ。明日はよろしくお願いします。対バンイベント、バイバーイ、ありがとう。良い夢を。バイバイ。